待てって。俺は関係ねえし、ただの付き添いだぞ。そこの人、廊下で大声で騒がないでください。曲奏が消えてしまいます。誰も人の話聞きゃしねえ。一体何だってんだ、この学校は。部長、あとバイオリンは2名です。わかった。じゃあ、せかして悪いけど、上演したらすぐに弾いてくれるかい？いや、それはちょっと無理だよ。まだ結構、審査しなきゃいけない生徒がいるしさ。お、いい感じ。結構うまいわ。こんな子オケ部にいたかしら。そういえば、この子、誰だっけ？小日向、なぜお前がここに？ブラーボー！すごいじゃないか。とってもよかったよ。こんなチャーミングな子が学院にいたなんて気づかなかった。俺もまだまだ調査不足だな。君、新入生？じゃないな。そのタイの色は2年生か。転校生？ああ、もしかして如月部長の。やっぱりそうか。律から聞いてるよ。幼馴染が編入してくるって。こんなに可愛い子だって知ってたなら、もっと早く紹介してもらうんだったな。おや、もう一名のご登場だ。とすると差し詰めあれが、はっ、ふんぞり返ってテストだなんて、いいご身分じゃないか、クソ兄貴。汚い言葉遣いは慎め、京也。品位を疑われる。悪かったな。あんたみたいに上品じゃなくて。似てない兄弟だな、君らは。誰だよ、あんた。俺は榊大地。ま、一応ここの副部長だ。よろしく。じゃ、次は弟くんの番だ。どんな曲でもいいから弾いてみてくれるかい？弾く？俺が？なんで？やる気がないなら不要だ。帰っていい。何のテストかもわかんねえのに、やる気が出るやつなんかいるのかよ。やれやれ、困ったな。話してなかったのか、リツ。今オケ部で何やってるかとか、全国大会のこととか。全国大会？聞いたことないかい？全国学生音楽コンクール。小学生の部から高校生の部まで、数百の団体が参加する。その室内楽部門に、うちのオケ部もアンサンブルで参加するんだ。今はその予選の地方大会の準備中。出場するアンサンブルのメンバー選抜をしているんだよ。ああ、そうか、なるほどね。全国大会出場が目標だから、こんなピリピリしてるってわけか。違う。ん？でも今。全国出場ではない。目標は、全国の頂点を取ること。全国制覇だ。